はい、どうもミスター X です。今日が2019年12月10日ということで、今日も仕事が終わりました。皆さんもね、お昼間に働いている方は本当にお疲れ様でございました。ということで、昨日大切なお知らせということで、12月にね、やっぱり年末です。クリスマスもあれば、年末大晦日お正月もすぐにね訪れてくるということで、プレゼントを準備いたしました。まずプレゼント第1弾ということで、これはもう超限定ですね。非常に限定性を持たせたプレゼントになっております。11月ですね、11月30、12月1日、12月2日と3日間に実施 しました、よしこアカデミアプレオープン、こちらにご参加いただいた5名の方々に向けて、もう私たちが本当にこのどうでしょう、1年半ぐらいの間、約2年ですかね、大切にしてきてきたことを凝縮して、実際にねお手元に届けるプレゼント、形のあるものも届けたいと思って、今ね、日々作成しております。制作中です。実際にそれをお届けし、そしてそれに対する思いだったり、考え方だったり、なんでこれで成功するのかっていう、成功するための意味というか考え方の詰まった、プレゼントをね今準備しております。それはね、ほぼほぼできてくればご紹介していきたいと思います。もう本当にねこれで喜んでいただいて、そしてそれがきっかけで大きく2020年ですね、2020年に我々と共に大きく収益も上げ、そしてやっぱり稼いでる人、本当の意味で稼いでる人ってどうですかね、めちゃくちゃ人のこと、人の悪口言ったり、人のことをの足を引っ張ったり、悪口とか足を引っ張ったりとか、なんでしょうね、もうタバコポイ捨てしたり、あとは赤信号を平気でね渡ってみたりする方がどうですかね、お金稼いでますか、本当の意味でお金持ちになってるんでしょうかね。それは皆さんそれぞれでお考えになったらいいのかなと思いますが、我々はやっぱり、いろんなね大切なことっていうのがたくさんあると思います。そういったものをしっかり大切にしながら、そしてお客様に喜んでいただくサービスを展開していきたい、そのまず第一歩ですよね。第一歩として、このプレゼント企画でよしこアカデミアの方々にプレゼントを準備しております。ぜひね、よしこアカデミアの5名の方々は、目安としては12月20日にお渡しする予定にしておりますので、ぜひ楽しみにしてください。はい、ではね、この動画は予祝アカデミアプレオープン生の方々への、プレゼントしますっていうね動画にしていきたいと思います。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございます。